皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆史です。今日の作家はですね、えー、昨日に続いて、スローガン目標という、そんな話をするんですけど、前回は、その、数字化するかしないかという、そんな話をしたんですけど、あのー、まあ、あちょっとね、前回の話をすると、あの、スローガンの目標を立てると、あの、 評価の仕方がわからないということであるから、まあ、必ず数字を入れた方がいいですよ。で、まあ、いい父親だったら、こういい父親じゃなかったら減点とか、あと、何かの行為をしたら加点。そういう評価の仕方をして、まあ、えー、下げ止まりをするのか、えー、もっと、えー、行動としていい行動をするのかという、まあまあ、加点行動をするかということだと思うんですけども。 今日はちょっと、えーもう、もう一つの見方を、えー、お話をするんですけどもあの、まあ、そうは言ってもなんですけど、じゃあ、いい父親っていうところで、まあ、やりたいという思ったとして、で、えー、もう一つの、うん、私がやらないっていう理由をお話ししますと。じゃあ、例えばなんですけど、まあ、それは、えー、父親だからプライベートというふうに、えー、思えばいい,いいんでしょうけども。 だからまあ、あの、なんとなく、ね、<laughs> 家庭が円満だったら、いい父親にはなりますよ、ということなんでしょうけど、ね。じゃあ今度、えー、それって、仕事の方で考えたらどうなるでしょうか、という話なんですけど。じゃあ、えー、今年の会社の目標って、いい会社にしましょうって。そんな目標だったとしたら、じゃあ、えー、そういう人ってどういうふうに考えるのということなんですけど。 いや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 、そうじゃないでしょうってなるんじゃないか,ろうかなって思うのは、結局、じゃあ、いい会社って言ったら、何を行動していいかわかりませんと。<laughs> 具体的に言ってくれないと行動できませんよって何か言うんじゃないでしょ。というふうに思うわけです。あの、いい父親っていうのが目標になり得ると言うんだって、なのであれば、じゃあ、いい会社ってなっても、ちゃんといい会社になるように行動してくれるんですね。 っていう話になるし、で、そこに対して文句言われる数字いないです。本人がいい父親だっていうのが目標だっていうんだったら <laughs>、いい会社だっていいじゃないですか。あの、結局、何をこういう時に求めるかっていうと、じゃあ、先ほど言ってた、その具体的な行動が欲しいと。具体的に指示してくれないと動けない。数字がないと動けないとか、そんな風に言うんじゃなかろうか。 思うんです。だからそこでね、ちょっと矛盾が生まれるわけですよ。いい父親だったら目標になるけど、いい会社って言われたら何をしていいかわからない。あの、言ってることが全く真逆じゃないですか。そういうふうに考えると、やっぱりいい父親っていうのも何かしらこう具体的な、うん、行動に落とし込めないと、やっぱりなんかこう評価がしにくいというか、動きが取れない,い。 いうことであるんでしょうから、ね。結局、いい父親っていうふうに目標を立てても、実際には動かないんじゃないかな。<laughs> あの、当然ね、家庭の話だから、あの、何かしらやってるとは思うんですけど、ただなんとなくやってるというか、まあ、例えばね、あの父親だから、こうなかなかこう,う、掃除とか、その、洗濯とかで、そういうとこに、ね、あの、<laughs> 協力しない方って、まあ少ながないと思う。でもそういうのをやるのが、まあ当たり前みたいな。ええー。だから <laughs>、あの、当たり前なんだとしたら、まあやるのは当たり前だから、じゃあ毎日やるんですねって話だったりする。うん、まあ前回の話と同じですね。結局パーフェクトじゃないとダメなわけです。でも、えっと、そう、そういうことをしたら、まあ、OK なんでしょうけど、じゃあ、なんか一回二回サボった時に、 それって評価の対象になるかわからない,っていう。あの、<laughs> ただ全体を通してなるといいっていうふうになるわけ。あの、結局のところね、具体的な何かっていうふうに、ね、考えないと、うん、動きが取れないとか取りづらいというか、結局のところを具体的に指示してくれないと動かないと。まあ、あの、それ以外のことだと、ねあの、証拠を出せ的なね、 その上から評価されたときに、証拠を出せと。まあ、エビデンスは何だ具体的な行動何したんですかって言ったとき答えられないんですよね。一生懸命仕事頑張りましたよ。評価してくださいって言って。じゃあ、会社がそれを評価してくれるかって,って。評価の仕方が、会社の方だって難しい。また、あ、そもそもね、いい会社にしましょうって言ってる時点で、ちょっと間違いはあるんですけど。あの、じゃあ、具体的に何とかっていうの。 ちゃんと、うーん、手帳の中に実際しとかなきゃいけないというか、それをこう、あの、喋れるようにというか、説明できるようにしとかなきゃいけないじゃないですか。そうなってくると、その、スローガンみたいな目標っていうのは、あんまりこう、あの、て適切なのかどうかというふうに考えると、あまりこう、適切じゃないような気がしますという。そんなふうには思います。えー、私は、えー、スローガン目標は、 やりません。あの、必ず数字をつけて評価ができるようにしたいというふうに考えています。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。運のたかしがお送りしました。それでは。